皆さんこんにちは。ドルフィンズアリーナで開催された大相撲名古屋場所5日目、最高位は関脇で西十両8枚目の妙義龍が十両優勝争いのトップに並ぶ4勝1敗で序盤戦5日間を終えました。今回はそんな妙義龍についてお話ししていこうと思います。ぜひ最後までご視聴ください。妙義龍は1986年10月生まれ、兵庫県高砂市出身、境川部屋所属の力士です。本名は宮本康成さんと言います。妙義龍は小学生の頃から近所の相撲教室に通っていて、中学生時代では兵庫県大会で2位の成績、相撲に打ち込む中学時代を送る一方で、陸上部にも籍を置いて円盤投げや砲丸投げにも同時に取り組まれていたのだとか。そんな妙義龍ですが、大相撲名古屋場所5日目では日体大の後輩にあたる友風を押し出しました。友風は叩きがうまいからバランスを崩さないようにしたと、妙義龍は突っ込みすぎず相手の動きを見ながら引きに乗じて押し込みました。4日目を終えて全勝でした。共に日体大の後輩にあたる大野勝と朝国龍が揃って敗れたため、他に剣翔、白熊、獅子、白鸚鵬と計7人が4勝1敗で中盤戦に突入することになったようです。前日4日目の千代栄戦では6年ぶりに下で出し投げで勝ちました。18年名古屋場所5日目の幕内土俵、錦木戦以来の決まり手でしたが、実はこれが2度目という妙義龍にとっては珍種。この日の取り組み後、前日を振り返りつつ、肩の力が抜けているから出たんだと思う、体のバランスがいいんやろね、土俵際でも止まることができているしすり足もできていると、とっさに出た下で出し投げでの白星に調子の良さを実感した様子です。先場所は6年ぶりに転落した十両で3勝12敗にとどまりました。それでも何連敗しようが何連勝しようが気にしていないと、一喜一憂せず若い頃から変わらず、場所中の朝稽古でも連日汗を流してきた成果を発揮。若いやつにはない経験というのは大事。梅雨も明けて何か雰囲気も良くなってきたね、動きがちょっとしなやかになってきたかなと語り、心身の充実ぶりを示すように表情は明るかったと言います。境川部屋の妙義龍席は相撲校舎と言われ、ファンからは妙様と親しまれている妙義龍。そんな妙義龍はすでに結婚してお嫁さんがいます。一体二人の馴れ初めはどのようなもので、子供は何人いるのでしょうか。妙義龍は2017年6月1日埼玉栄高校の同級生のかなさんと入籍しました。二人は2002年高校1年生の時に席が隣同士でした。一緒に話しているうちに妙義龍はかなさんが気になる存在になったようです。しかし所属していた相撲部が恋愛禁止だったため交際には至りませんでした。その後二人は別々の大学に進学し、連絡は取り合っていたもののやはり付き合うことはなかったのです。妙義龍は大相撲に入門し、2011年に7月場所と9月場所で2場所連続で十両優勝し、翌場所での新入幕昇進が決まりました。告白するなら今だと思ったのでしょうか。妙義龍は東京都内で学校介護職員をしていた。かなさんを食事に誘いました。出会ってから実に9年経った後のことでした。そこで熱心に相撲の話をする妙義龍に、かなさんは好感を持ち、ついに交際に発展。その後怪我をした時に支えてくれたかなさんを妙義龍は、一緒にいてこの人だと思い、プロポーズしたとのことでした。交際期間6年。出会ってからは15年なので、まさに純愛を貫いた感じですね。そして2018年6月に、都内のホテルで結婚披露宴が行われました。同校相撲部の山田道則監督ら、約600人が参加し、祝福したようです。そしてお二人のお子さんについてですが、2017年6月17日、妙義龍とかなさんの間に、第一子となる長男安吉くんが生まれました。入籍が2017年6月1日なので、できちゃった婚だったのでしょうか。妙義龍の下の名前は安成で、自分の名前を一字取って長男につけたそう。その後健吉くんという次男も誕生しました。長男の3つほど下になります。妙義龍は子供が大好きらしく、自宅では子供の世話をよくする良きパパのようです。1歳の誕生日を迎えた時には、息子は一つの励み、エネルギーがものすごい、よく動くのでスリムですよとパパの顔。妙義龍に現在のところ子供は2人のようですが、将来力士にしたいという希望はあるのでしょうか。力士によっては息子を力士にしたいという人もいれば、絶対にさせたくないという人もいます。
妙義流はどちらでしょうね。かなさんとは高校の同級生だということですが、出身校はどこなのでしょうか。また、しこ名の妙義流の由来も気になりますよね。冒頭でもお伝えしたように、妙義流は小学生の頃から近所の相撲教室に通っていて、中学生時代では兵庫県大会で2位の成績。相撲に打ち込む中学時代を送る一方で、陸上部にも籍を置いて円盤投げや砲丸投げにも同時に取り組まれていたのだとか。その後、出身高校である埼玉栄高等学校の相撲部の監督に出会い、同校の相撲部に入部することになります。この埼玉栄高等学校ですが、部活動が盛んなことで有名な学校で、相撲部を含めた多くの部活が全国大会への出場を誇る実績があるんですよね。この埼玉栄高校時代の同級生には、元大関豪栄道の竹熊親方がいます。ちなみに竹熊親方の所属部屋は妙義流と同じ境川部屋。この二人は高校時代から有名で、2004年の高校総体の個人戦では竹熊親方が優勝、そして妙義流が準優勝という栄ある栄誉を手にした実績があります。そんな妙義流ですが、埼玉栄高等学校を卒業後、大学に進学されています。進学したのは日本体育大学。4年生の時には国体の個人の部で優勝し、幕下付け出しの資格を獲得されています。ちなみにこの日本体育大学の出身力士は、元関脇吉風の中村親方や十両の千代大龍がいますね。その後、かつての同級生の竹熊親方がいる境川部屋に入門します。初土俵は2009年の5月場所でした。2010年の初場所には十両に昇進してるのですが、なんと3日目から重傷を負って休場。傷はよっぽど重かったようで、7月場所まで連続して休場されています。その結果、番付は3段目まで降格するのですが、国体優勝者の底力もあってか勝ち続け、2011年の十両での2場所連続もあって、同年の九州場所では新入幕入り。一方、この時期の竹熊親方は前頭筆頭の地位にいて、より上の地位を目指す段階でした。妙義流のこの勢いの裏には、かつての同級生、そして同じ部屋で活躍する竹熊親方の存在があったのかもしれません。そんな妙義流ですが、しこ名である妙義流の意味がネットで物議を醸しているようです。一体どういうことなのでしょうか。妙義流は2010年の初場所に十両昇進を決めた際に、しこ名を宮本から妙義流に改めています。その由来は、妙、極めて巧みなこと、技、この2文字なのだとか。この妙義の字を少し変えて、現在の妙義流というしこ名になったと言われています。いろいろな技が出せるように、義理人情、このような意味を込めて母校の恩師らと相談して決めたのだとか。しかし、この妙義流というしこ名ですが、一部ではかなり非難されてるそうです。その理由とは何なのでしょうか。群馬県にある妙義さんがこのしこ名に対する批判の原因みたいですね。妙義流の出身は兵庫県、一方妙義さんがあるのは群馬県。妙義流は群馬県とは特に縁やゆかりもないにもかかわらず、この妙義さんの一部を使ってることが地元の方には許せないことだそうです。そもそも大相撲や力士とその出身地の間には非常に強い関係があるんですよね。番付を見ると、力士の名前の横には必ず出身県の記載がありますが、この記載は力士とその出身県の関係が非常に密接であることを表しています。これは外国人力士でも例外ではありません。例えば一ノ城関の場合だと、最後の城は相撲留学先である鳥取城北高校の城が元の由来となっています。力士のしこ名の意味には本名や出身県、出身高校などが現れていることが多いんですよね。ただ現在では出身県に関係がないしこ名も増加している傾向にあるそうです。この妙義流もそのうちの一つ。ただこの件については、妙義流は妙義さんの存在を指摘されるまで気づかなかったのだとか。妙義流というしこ名の意味には相撲の伝統に触れかねない由来があったことになるんですよね。もっとも、一度つけたしこ名の変更は簡単ではないでしょう。今後結果を出し続けることによって、出身県の兵庫ではなく群馬県の人々にも愛される力士になってほしいと思うばかりです。いかがでしたでしょうか。今回は妙義流についてまとめてみました。これからの活躍に期待ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。